で、こちらはですね、なんか2種類ぐらいあるみたいなんですが、仕様がですね、こちらはですね、電源部強化型になってる方の SAMOS でございます。はい。で、2SK135、2SJ50 とね、耐圧のね、高い方がついていますね。はい。2SJ49、2SK134 だとね、これよりね、耐圧が低いものになると思います。なんかね、何種類かね、あるみたいなんでね、入手の時はですね、この電源部のね、コンデンサーがね、2個か4個かでね、強化版か、通常版かで、ね、分かりますんで、それをね、確認してみてください。はい。
はい、ではね、これからチェックしていきます。はい、それではね、今スピーカーをね、ちょっと変えました。こちらのスピーカーはね、インフィニティのね、RS2000 というね、スピーカーです。1988年ぐらいの製品で、まあ、手に入れてからね、私がエッジはね、張り替えてあります。はい。まあ、張り替えてからね、あんま使ってないんですけどね。で、2台1組でね、当時7万円ですね。16.5センチ混合ウーファーを採用しています。振動板にはポリプロピレン。そんな感じなもので書いてありますね。まあ、重量がね、1本 5.4 キロですね。はい。まあ、珍しい組み合わせですけどね、これでかけていこうかなと思います。結構ね、私ね、このスピーカーの音色もね、結構好きなんですよね。温かみのある、再生音だと思います。お疲れ様でした。ちょっとね、うだうだとね、長い動画になってしまってね、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。はい。で、今日はですね、SA モスをね、引っ張り出してきて、またね、調整して、中の紹介と、視聴をね、してみました。で、まあね、
いつも同じだと面白くないんで、今日はね、RS2000 スピーカーもね、持ってきてちょっとね、聞いてみましたが、やっぱね、メーカー製の 2way らしい音ですよね。やっぱね、嫌味な音が一切出ない。やっぱ、こういうスピーカーもね、いいなとはね、思いますね。はい。で、まあね、懐かしどころで DCD1000。これはね、欲しくてね、後で、安くね、多分500円とかそれぐらいで買ったと思うんですけど、当時はですね、ダイナミックオーディオのね、あの階段のとこにジャンクコーナーがありまして、で、まあ、絶対秋葉原行った時は覗くんですけど、そこを、その時にね、これ5000円であってね、ああ、そういえば、シェイシェル島の波の高さはよく出たなんて書いてあったな、なんて思ってね、購入したのね、覚えてます。はい。で、まあね、それ、私のね、初めての CD プレイヤーはね、ケンウッドのね、L03DP だったんでね、まあ、2代目っていうことですね。はい。まあ、なかなかね、気に入ってました。ちっちゃいのにね、頑張ってるなと思ってね。まあ、最初のやつはね、ボンド流し込んだりね、なんか余計なことして壊しちゃったんですけどね。はい。まあ、古き良き思い出だと思います。はい。まあ、今日はね、懐かしシリーズちょっとやってみましたけど、結構ね、自分なりに楽しめた時間じゃったんじゃないかなとは思います。はい。まあ、またね、次回なんかいろいろ考えてやっていこうと思います。今回はね、以上になります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。